定期昇給とベースアップの違いとは。定期昇給とベースアップの違いは、昇給が個人に紐づくか会社に紐づくかという点です。定期昇給は個人の年齢や社歴、仕事の成果に応じて昇給する仕組みです。一方、ベースアップは会社の業績などに応じて社員全員の給与を一律で上げる仕組みなんです。ガソリンの価格変動の仕組みとは。ガソリンの価格はどのように決まるのでしょうか。ガソリン価格は原材料である原油価格の動向に大きく左右されるほか、為替動向、需要と供給のバランス、国の政策といったさまざまな要因により変動します。さらに競合店の有無など、ガソリンが消費される地域の事情も加わって、最終的な小売価格がガソリンスタンドの各店舗によって決められているんです。焼き飯とチャーハンとピラフの違いとは。炊き上げたお米を調理に使うのが焼き飯とチャーハンです。生のお米を炒めてからスープで調理して作るのがピラフです。つまり焼き飯とチャーハンは炊き上げたお米を炒めて作る料理で、ピラフは生のお米をスープで味をつけ、具材を入れて炊いて作る料理という明確な違いがあります。ビールと生ビールの違いとは。ビールは発酵熟成させて作りますが、その工程が済んだら発酵に使った酵母の働きを止める必要があります。そうしないと発酵が続いて味に影響するからです。生ビールとは、ろ過器とフィルターを使い、加熱処理なしに酵母を完全に取り除いたビールを示します。カフェオレとカフェラテの違いとは。カフェオレとカフェラテの違いは、どちらもコーヒーにミルクを入れた飲み物ですが、カフェオレはドリップコーヒーを使用します。カフェラテはエスプレッソコーヒーを使用した飲み物です。カフェオレのオレはフランス語、カフェラテのラテはイタリア語で、それぞれミルクを意味しています。海水魚を淡水に入れるとどうして死んでしまうのか。塩分濃度の低い淡水から塩分濃度の高い魚体へ水分が浸透していきます。それなのに海水魚はさらに淡水を飲み込んでしまいます。急激に多量の水分が体内に入り、魚の塩分濃度が一気に下がります。ゆえに海水魚を淡水の中へ入れるともだえ苦しんで死んでしまうんです。ナタデココの原料とは。ナタデココはココナッツの果汁が酢酸菌の一種であるナタ菌によって発酵してゼリー化したフィリピン発祥の食品です。見た目は寒天に似ていますが、コリコリとした食感はナタデココ特有なんです。ナタデココの栄養学的における嬉しい点は、ローカロリーで豊富な食物繊維を含んでいることです。そのため美と健康において今話題の腸活に役立つと言われております。腸にいいんです。ナタデココの食物繊維は酢酸菌の一種が発酵によって作り出したセルロースという成分で構成されております。左利きには天才が多いと言われますが、その理由とは、一般的に左手を使うと直感、ひらめきを司る左脳が活性化し、
右手を使うと記憶、言語認識を司る左脳が活性化すると言われています。そのため左利きの人は右利きの人に比べて右脳が優位とされ、天才肌もしくは芸術肌というイメージが抱かれているようです。なぜ人は年を取ると筋肉痛が後から来るのか。年を取ると前力疾走など筋肉を限界近くまで追い込むような運動はあまりしなくなります。だから筋肉痛は遅く出るようになったなぁと感じるだけなんです。実は年を取ると筋肉痛が後から来るというのは嘘なんです。思い込みなんですね。どうしてほくろができるのか。ほくろの発生原因は不明で、増える原因も分かってはいません。ただし親にほくろが多いと子供もほくろが増えやすい傾向があるほか、大量の紫外線を受けるとほくろが増えやすくなると言われているため、遺伝や日光による紫外線の刺激との関連性があると考えられております。なぜゴルフボールにはクレーターのようなくぼみがあるのか。ボールは空気を切り裂いて飛んでいきますが、その時ボールの後方部分に低圧部、真空状態が発生し、ボールを引き戻そうとする抗力が発生します。抗力があるとボールはあまり飛ばなくなってしまいますので、この抗力を小さくするためにディンプルというくぼみをゴルフボールにつけたんです。蚊に刺されやすい人と蚊に刺されにくい人の違いとは。蚊の刺されやすさは血液型によって異なるという話を聞いたことがあるかもしれません。この話は本当なのでしょうか。日本人の研究者が64人の人を対象に一筋シマカが腕の血を吸う頻度を調査した結果、 O 型が A 型よりも2倍かばねやすいという結果になったようです。今では足の匂い、足が原因だと言われております。足の裏を除菌シートで拭くだけで刺されにくくなると言われております。ぜひお試しください。ラジオの AM と FM の違いとは。 AM と FM の違いはこの変調の方式にあるんです。 AM は振幅変調の略で、音声に合わせて電波の振れ幅を変化させる方式です。 FM は音声に合わせて周波数を変化させる周波数変調という方式なのです。空から降る雨の匂いの正体とは。雨の匂いの正体、ペトリコールがいわゆる雨の降り始めの匂いであるのに対して、雨上がりの匂いといえるのがゲオスミンと呼ばれる匂いです。こちらは土の中のバクテリアなどによって作り出される有機化合物のカビのような匂いで、雨水によって拡散いたします。人はどうして死ぬのか。どんなに長生きしても人間は必ず死にます。これには老化が関係しているんです。みんなの体はおよそ約60兆の細胞でできています。古い細胞をコピーして新しい細胞を作り、古い細胞と新しい細胞を交換することで体は成長していきます。これをコントロールしているのがそれぞれの細胞の中にある遺伝子なんです。ところが年を取ると
新しい細胞を作り出す力がだんだん弱くなり、古い細胞が増えてしまいます。これが老化なんです。老化が進むとシワが増えたり歯が抜けたりして病気にかかりやすくなり、体の働きが止まってやがて死んでしまうんです。水をかけた理由。中学校1年の時のこと。授業中に隣の席の女の子がおしっこを漏らしてしまいました。女の子の席は一番後ろの端だったので、他には誰も気づいていない様子。僕はおもむろに席を立って無言で廊下へ。先生が後ろから追いかけてきたけど無視して、手洗い場でバケツに水を汲むと教室に戻り、その女の子にぶっかけました。教室中大騒ぎになり、学校に両方の親まで呼ばれました。うちの親は相手の親に何度もすいませんすいませんと謝っていました。なぜそんなことをしたのか問い詰められましたが、僕は結局最後まで口を割りませんでした。家に帰る途中で女の子が事実を親に話したらしく、お礼を言いにうちまで来ていました。時は過ぎて、今その女の子は僕の奥さんです。デジカメと母。なんか機械音痴の母がデジカメを買った。どうやら嬉しいらしく、はしゃぎながらいろいろと写した。何日かしてメモリがいっぱいで写せないらしく、どうすればいいのって聞いてきたが、忙しいから説明書読めとつい怒鳴ってしまった。さらにはつまらないものばかり写してるからだろうとも言ってしまった。そしたらごめんねと一言。そんな母が先日亡くなった。遺品整理をしていたらデジカメが出てきて、何を撮ってたのかなと中身を見たら俺の寝顔が映っていた。涙が止まらなかった。大学進学のため上京して一人暮らしをしている俺のアパートに母がやってきた。相変わらず口うるさく、いろいろと言うのがうざくて、いる間中小さい口喧嘩状態だった。いよいよ母が帰る日、駅のホームで見送ることになって、電車のドアが閉まろうとしている時、あんたにないろいろ買ってやろうとへそくり持ってきたんよ。でもつかんかった。お母さん電車に乗ったらもうお金使うことないし、これ持っていきなと財布をポンと投げてくれた。俺が返答をしている間にドアが閉まり、ゆっくりと電車が動き始めた。笑顔で手を振る母。財布には万札より千円札の方が多い。計9万円。小学生の頃、母親が入院していた時期があった。それが俺の遠足の時期とちょうど重なってしまい、俺は一人ではおやつも買いに行けず、戸棚にしまってあった食べかけのお菓子、お茶菓子とかをリュックに詰め込んだ。そして夜遅く親父が帰宅。あれ明日遠足なのかと嘆き、リュックの中を嘆き覗き、しばし無言。もう遅かったので俺はそのまま寝てしまった。翌日リュックを開けて驚いた。昨日詰めたおやつのラインナップがガラリと変わってる。おまけのついたお菓子とか小さなチョコレートとか。親父、俺が寝てからコンビニ行ったんだな。俺食べかけのお茶菓子でも全然気にしてなかったんだけどさ。
あの時親父がどんな気持ちでコンビニへ行ったかと思うと少し切なくなる。夫婦喧嘩、大喧嘩した次の日、ぶっきらぼうに弁当を渡されて、行ってきますって俺の言葉も無視しやがった嫁にますます腹が立った。でも昼に弁当箱を開けたら俺の好きな食べ物だらけ。もう本当にあいつは不器用だな。悪いとは思ってんだろうな、謝るのが悔しいんだろうな、とか思ったら、可愛くてさ、弁当マジうまかった、お前はバカだな、とメールした。で夜帰ってきたら、これまた豪華な夕飯なわけよ。ケーキまで焼いてる始末。可愛いから喧嘩の内容は俺は悪くないと思ったんだけど、昨日ごめんなって言っちゃったら涙ぐんで、本当よ、ちゃんと反省してね、とか言っちゃってさ、これまた可愛いから、本当は反省なんかしてないんだけど、うん悪かったって言って、その夜は二人で燃え尽きたぜ。嫁大好きだ。ああもうなんていうか幸せなんだよ、喧嘩しても俺がバカでも。照れ隠し。昨日の朝、夫がこたつで寝落ちをしていて、手から転がり落ちたスマホの画面を見てみたら、嫁さん大好きとスレの書き込み画面に、毎日家に帰るのが楽しみ、ご飯がうまい、俺幸せ、絶対こいつを大事にするというような書き込みの途中だった。こっぱずかしいので消したった。代わりにメモ帳を起動して、私もあなたを大切にしますよと書いて転がしておいた。朝食の支度をしながら様子を伺っていたら、目が覚めてスマホの画面を見て、あ、ちょっと走ってくるって言って出て行った。ローズティーの原料は普通のバラではない。ローズティーなどに使うハーブのローズの材料には日本原産のものもあります。日本原産のバラと不思議に思うかもしれませんが、このバラとはハマナスのことなんです。あまりバラらしい名前ではありませんが、ハマナスはバラ科の植物で香りが良いので、ハーブのローズの原料になるんです。このハマナスをハーブとして扱っているのは日本だけではありません。ハマナスはもともとハマナスと言われて、その名の通り海岸に咲く花だったんです。冷たい潮風に耐えて咲くだけあって、寒さに強いし、その上害虫にも強いんです。このたくましさと香りが高く評価され、ヨーロッパなどでも多くの品種が作られています。ハマナス以外ではアメリカ原産のローザ、ガリカ、ローザ、カニーナ、ダマスクローズなど、いくつかの限られた種類のバラがハーブのローズの材料にされています。タバコを吸う人に朗報です。ヘビースモーカーにおすすめの野菜があります。このおすすめの野菜はクレソンです。クレソンはヨーロッパ各地で栽培されているハーブの一種です。別名オランダガラシと呼ばれ、ピリッとした辛さと独特の風味が特徴なんです。この辛味の元はわさびや大根にも含まれるイソチオシアネートという物質で、食欲増進、消化促進に効果があります。クレソンがステーキなどの
油っぽい食事に付け合わせとして添えられるのもそのためです。ソテーなどにするのが一般的ですが、ごま和え、おひたし、漬物、天ぷらなど、その料理法は様々です。カロテン、ビタミン C、カルシウム、鉄分などを多く含み、貧血の防止や血液をサラサラにする効果があります。また、タバコに含まれるニコチンの毒を消す働きもあるため、ヘビースモーカーにはおすすめの野菜なんです。50年経っても、脳梗塞で入退院を繰り返していた祖父。私たち家族は以前からの本人の希望通り、医師から余命があとわずかであることを知らされていたが、祖父には告知しないでいた。元気になってまたみんなで楽しく暮らそうね。祖父を見舞いした際の合言葉のようでもあった。祖父の一周忌が過ぎた頃、父が祖母に一通の手紙を渡した。祖母の心の落ち着きを待ってのことだった。衰弱し震える手で書かれた文字は、書道で師範格だった祖父が書いたとは思えないほど弱々しかったが、文面から感じられる優しさ、慈しみが祖父のそれであった。おばあちゃん、元気？共に過ごした時間は長いようで短い50年でしたね。また機会があれば一緒に暮らしたいものです。祖父が書いた最初で最後のラブレターである。誕生日に。今日は俺の誕生日。家に帰ったら向こうも帰ったばかりだという嫁。まだ夕ご飯できてないんだ。ごめん。早く荷物を置いてきて。素直に隣の部屋に荷物を置きに行くと、テーブルの上に火がついたろうそくを乗せたケーキ。振り返ると、してやったりと言いたそうな嫁の顔。俺は幸せです。嫁の日記を盗み読みしたら、いつも昼飯は納豆ご飯やお茶漬けしか食べていないって分かった。友達とファミレスに行くのも月に一度と決めているらしい。俺に美味しい料理を食べさせたいからみたいな意味のことが書いてあった。昼飯削って夕食に回すって、しかもすげえ明るく書いてあんの。今日は何々ちゃんの好きな牡蠣を買うのだとかさ、俺の文句とかも書いてあるけど、文句書いてるくせに最後は俺を褒めたこと書いてあるし、マジで泣いた。もっと俺に解消があれば昼から寿司でも何でも食わしてやるんだけどよ。給料少ないのに専業でいてくれって言ったの俺だし、金のことで責めたこと一度もないし、タバコ減らせばとか言われるけど、節約も楽しいよとか言ってたし、盗み読みは良くないことだが、結婚してよかったってつくづく思った。こんなに俺に尽くしてくれたのって、親以外で初めてだし、何もしてやれんから浮気だけはしないと誓うよ。まあ浮気しようにもモテないからできない俺だがな。少ないお小遣いを少しずつ貯めて、嫁に内緒で作った1万円。何に使おうかなといろいろ考えていた。パチンコでさらに増やそうか、前から欲しかったもの買おうか、いろいろ悩んでいたら、今お昼の愛妻弁当を開けたら手紙が入っていて、今日は結婚記念日だね。
いつもありがとう、これからもよろしくね、などと書かれていた。胸に矢が刺さる感覚とはまさにこのことか。先月までは覚えていたのに、1万円をどうするか考えてたら浮かれて忘れてた。嫁ごめんよ、この1万円で嫁と子供たちにケーキでも買って帰ります。長女が、なんで私こんなにママが好きなの？と嫁さんに真剣に聞いていた。人ってね、自分の名前を呼ばれるのが好きなのよ。長女ちゃんも次女ちゃんも長男くんも生まれてからママが一番たくさん名前を呼んでるから、みんなママが好きでしょ。長女ちゃんもママ、パパ、バーバの順に好きじゃない？それは長女ちゃんの名前をたくさん呼んだ順じゃないかな。なるほど。ここ10年俺の名前を一番呼んでいるのは嫁だ。だから嫁がいつまでも俺のことを好きなんか、これで納得した。なぜか嫁も納得してた。今日というか昨日の嫁、今日は嫌なことがあったからパッとお金使いたくなって買い物してきちゃったって言うから、見せてもらったら俺のセーターだった。ジャケットに下に着てもいいし、中にシャツ着ても素敵よねってニコニコしながら話してた。しかも自分のお小遣いで買ってくれたらしい。最近自分の洋服も買ってないのに、まったくと思いながら嬉しかった。夜ふと目を覚ますと、嫁が背中にしがみついて寝ていることがある。そんな時はしみじみと幸せを感じる。夜中ふと目を覚ますと、かみさんが横で寝ている。小さい寝息でスースーと呼吸をしているのが聞こえ、その横で犬が同じくスースーと寝ている。二人して同じ横向きポーズで寝ている。一人暮らしが長かった俺には幸せな瞬間なんだよ。母ちゃんの七不思議。夜には疲れた顔をしてたのに、朝には早起きをして弁当を作ってくれている。夜遅く帰っても他の家族は寝ているのに、母ちゃんだけ起きている。俺が疲れているのなぜか把握してて栄養剤を出してくれる。俺が逆ギレしても困ったように笑ってる。俺が自分で言ったのに忘れてたことをずっと覚えている。未だに俺の誕生日まで祝ってくれる。俺より長生きしてくれよ。我が家は母子家庭。もちろん裕福ではないけど、つつましく暮らせば生活に困るようなこともないような家庭のつもりだったんだが、ある日、もともと指輪など装飾品にそれほど興味のなかった私が、珍しく超超安物の指輪を気に入って購入した夜のこと。私が、ねえ、これかわいいでしょ？って言ったら、小4の息子が、買ったの？私は、うん、どう？って聞いた。息子は、高かった？って言った。私は、まさか、500円だったからね。その後なぜか息子は下を向いて黙ってしまい、どうしたのかと思っていたら、俺が大きくなったらすごい高い指輪買ってあげるからって涙をふきふきして言われてしまいました。買えないから買わないものももちろんあるけど、我慢するほどそういうのが欲しい私ではなかったのに、
息子はきっと勘違いしちゃったんだよな。でもそんな気持ちが嬉しくて私も泣き笑いしちゃった。これから先何があってもこの子がいてくれたら乗り越えていけるって改めて思わせてくれた夜でした。彼女が事故で、俺にはもったいないぐらい綺麗で優しい女性と付き合っていたんだ。休日は二人でショッピングやスポーツも好きで一緒にやったりもした。でもその彼女が車にひかれる事故で歩けなくなって車椅子生活になってしまった。彼女も泣きながらごめんねとか別れてくれていいんだよって言うから付き合うのやめたわ。プロポーズしたよ。お母さんへ。社会人になって初めて迎えたお母さんの誕生日。いつもありがとうってプレゼントを渡したかった。でも照れくさいし、もし選んだプレゼントが気に入ってもらえないと思ったら怖かった。だから選ぶのめんどくさいからって嘘をついてデパートに連れて行って、何でもいいから適当に買えようとぶっきらぼうに言うと、高いエプロンだけどいい？とわざわざ店に来て、値札を見たらたった3,000円、こんな安物かよとひったくって、後ろ向いて泣きそうな顔を見られないようにレジに走った。服でもバッグでも他に何でもあるだろう。財布の中に給料全部入れてきたんだけど、で涙が出たけど、トイレで急いで顔洗ってそ知らぬ顔で袋を渡した。そしたら母ちゃんが嬉しそうにそれを抱きしめたのを見てまた泣きそうになった。今でも帰るたびにそのエプロンつけて飯を作ってくれてありがとう。本当にうまいよ。世界一だ。いつも素直になれなくてごめん。マザコンでもいいよ。母ちゃん大好きだ。相棒。貧乏だったため10年近く同じ扇風機を使っていた。今日その扇風機が不自然な壊れ方をした。突然羽が折れたんだ。毎年猛暑の度、もう少し頑張ってくれよな相棒と俺が話しかけても、ひたすら首を横に振り続けた扇風機。そんなことを思い出して少し寂しくなった。今年は経済的に少し余裕が出てきたため、これを機にクーラーを買ってみることにした。電車に乗ってチラシを見ながら某家電量販店に向かう。その日は蒸し暑かったため、買い物ついでに少し冷房の効いた店で涼んでいくことにした。携帯を適当に眺めていた時、不意に地面が揺れ始めた。後に知ることになるが、その時の地震は震度6になる大地震だったらしい。店内にいて事なきを得た俺だったが、もしあの時扇風機が壊れていなかったとしたら、怪我もなく家に帰れた俺はタンスの下で首を変な方向に曲げた扇風機が俺にお帰りとでも言うように首を振って待っているのを見た。ありがとうと俺は独り言のように嘆いた。扇風機はその日初めて首を縦に振ってくれた。出会ってから死ぬまで。美人だろ。出会ってから毎日思ってたよ。なんて綺麗な女なんだろうなって。棺で静かに眠る母の傍らで父が俺に言った言葉。逆転。今日珍しく俺は母ちゃんを外食に誘った。行き先は昔からよく行く馴染みのラーメン屋だった。俺は味噌大盛り、母ちゃんは
味噌並盛りを頼んだ。昔からここ美味しいのよねって柄にもなく顔にシワを寄せて笑ってたんだ。ラーメンが出来上がると俺も母ちゃんも夢中で麺をすすってた。あまりにも母ちゃんがニコニコしながら食べるもんだから俺もつられて笑っちゃった。しばらく経ってラーメンを食べ終わった俺はふと母ちゃんの方を見たんだ。ラーメンの器に浮かぶチャーシューが1枚、2枚、3枚。そのチャーシューを見ると麺がまだたくさん余ってた。母ちゃんは俺の方を申し訳なさそうに見て、ごめんね、母ちゃんもう年だからごめんねと繰り返してた。そんなもんしゃあねえべえと言うと、俺は母ちゃんの残したラーメンをすすった。そういやガキの頃よく無理して大盛り頼んで結局食べきれなくって母ちゃんに食ってもらってたっけ。いつの間にか立場も逆転。あんなに若かった母ちゃんの顔も今じゃシワだらけで、背丈も頭一個分違うな。そのシワの数ほど今まで散々迷惑かけてきたんだろうなって思うと、悔しさと不甲斐なさで涙が出てくる。母ちゃん、こんな俺を今まで育ててくれてありがとう。俺立派な社会人になるわ。独身の理由。なんかスイーツノベルにありがちなことなんだが、小さい頃から夏休み、冬休み、春休みになると田舎のばあちゃん家に預けられた俺、近所に体が弱い女の子がいてさ、その子とばあちゃんは付き合いがあったからその子ともよく遊んだ。中学生の頃からその子のことを意識しだして告ろうと決意したんだ。でちょっとカッコつけて電話で、夏休みになってそっち行ったら大事な話があるって言っておいたんだよ。告ったの彼女のお墓の前だけどな。なんであん時その場で言わなかったんだ。なんであん時寂しそうな返事に気づいてあげられなかったんだって半泣きに、とどめに彼女が残した俺宛ての手紙に大好きと書いてあって俺は号泣した。今でもまだ独身だ。貧乏な幼少期。俺んち母子家庭で貧乏だったからファミコン買えなかったよ。すげえ羨ましかったな、持ってるやつが。俺が小6の時にクラスの給食費がなくなった時なんて、ファミコン持ってないやつが怪しいなんて真っ先に疑われたっけ。貧乏の家になんか生まれてこなきゃよかったって悪態ついた時の母の悲しそうな目、今でも忘れないよ。どうしても欲しくて中学の時に新聞配達をして金貯めた。それでようやく遊べると思ったんだけど、日井のゲーム売り場の前まで来て買うのやめた。その代わりに小3の妹にアシックスのジャージを買ってやった。今まで俺のお下がりを祈って着ていてくれたからな。母にはハンドクリーム買ってやった。いつも手が荒れてたから。去年俺は結婚したんだけど、結婚式前日に母に大事そうに錆びたハンドクリームの缶を見せられた。泣いたね。初めて言ったよ、産んでくれてありがとうって。勇敢な若者。全盲のうちのおふくろが公衆電話をかけようとしたら、白い杖を見てチャンスと思ったらしい若者がおふくろのバッグをひったくろうとした。おふくろはすぐに気づいて抵抗したが殴られて倒れた。次の瞬間
近くで怒号が聞こえて乱闘が起きているのが分かったという。聞くと3人の若者に1人で飛びかかっていった若者がいたらしい。幸か不幸かそいつは相当強かったらしく、3人とも叩きのめした。しかし3人の負傷が激しく、救急車が来て、その1人の若者は警察に持って行かれた。警察には自称被害者の若者3人の親が来ていた。私の子供はふざけていただけと噴飯者の主張を大真面目にしていた親たちに警察が同調しかけたとき、お袋は切れた。盲目の赤の他人のバッグを取る行為をふざけてたなんて、親子揃って言い逃れする人間なんてどうでもいいです。おまわりさん、あの子を釈放してください。私はあの子の知り合いでもなければ、あの子にお駄賃をあげる約束だってしていません。通りすがりの勇気のある少年です。青い正義感を裁かないでください。さもないとあの子はもう誰も救おうとはしません。お袋は泣いていた。母親が五章大事に履いてやがった穴開き靴下を全部カシミヤの生暖かいのに変えてやったぜ。しかもその靴下を手にはめて、これ見よがしに窓をピカピカにしてやったぜ。たまたまお金があって、なんとなく太宰府に行きたくなって、そこで偶然売っていた鉛筆をうっかりたくさん買っちゃったので、受験生の弟の筆箱の汚い鉛筆と交換してやったぜ。母親は悲しみのあまり涙ぐみ、弟は泣く泣く勉強しないといけなくなったぜ。ざまあ。先週八王子にエロゲを買いに行ったら、角を曲がったところでビルの陰でババアが道路に座ってた。驚いて声をかけたら、ちょっと休憩中とかぼやきやがったので、近くのコンビニからポカリ買ってきて渡して、熱中症がいかに危険かを説明して脅迫して、近所の喫茶店まで案内してオレンジジュースをおごって、1時間ぐらい雑談して帰ってきた。俺は何やってるんだよ。おかげでエロゲ買えなかったじゃねえか、畜生。妹に母の日に何か送らないの?と言われた。社会人になって早数年、母の日に何か送るなんて小学校の授業参観以来、たまには送ってやるかと思ってネットで花を配達できるサービスを見つけ、カーネーションを送った。数日後、母からのメール、涙が出ました。花束とメッセージありがとう。大したことないって。メッセージなんて何種類か用意されてるの、適当に選んだだけなんだから。忙しいでしょうに。その心遣いが嬉しいです。ネットで頼めるんだよ、5分もかからないよ。この花、押し花にして大事にするね。そんなことせんでいいよ、来年もまた送ってやるからさ。還暦を迎えた母に誕生日おめでとうメールを送った返信。件名ありがとう。本文、ついに60代になってしまいました。思い返せば30代は小さなあなた方を夢中で見つめていました。40代は若々しく成長していくあなた方に見とれてしまいました。50代は頼もしくも輝いていくあなた方に目を奪われていました。あなた方がみんな素敵な伴侶を見つけ巣立っていってから迎えた60代は、20代の頃に戻ってもう一度お父さんと見つめ合おうと思います。うっかり感動してしまった。
母は僕を女手一人で育てた。僕の幼かった頃に亡くなった父はマンションの10階を母に残した。そのマンションからは夏に花火を見ることができる。父と母が過ごした町の花火。毎年花火の時には窓際にテーブルを移動して母と一緒に父を偲んだ。花火はいつも綺麗で母は嬉しそうだった。父は母に素敵なものを残したなと思った。でもそれは長くは続かなかった。僕が高校の時にうちのマンションの前にもっと高いマンションが建設されたんだ。僕は景観が悪くなるなって思ってた。その年の花火の日、いつものようにテーブルを移動して準備してた。花火見れるかなって心配だった。花火見れなかった。見事にマンションで見えなくなってる。音だけの花火。あんなに悲しそうな母の横顔を見たことがない。僕は母を連れて川辺に歩いて行った。母と見上げた初めての花火。父さん心配するな。これからは僕が母さんを笑顔にするよ。